出てきた猛虎だ。あれが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に紫電一線を授かったぞ。その身で受けよう。随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。
かような最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一線を使うとお主に誓おう。